うまっ。めっちゃうまい。料理長の吉本です。今回はスンドゥブを作ってみようと思います。ポイントは？はい、今日はですね、味の素の、こちらを使って本格的なスンドゥブチゲを作っていきます。よろしくお願いします。はい、それでは材料紹介をしていきたいと思います。まず、お水ですね。で、味の素さんのコチュジャン、みりん、アサリ、ビーフコソメ、ごま油、お酒、白菜キムチ、豚バラ肉、一度湯通ししたお豆腐、あとは青ネギでございます。お豆腐はどんなのがいいですか？韓国のスンドゥブチゲは、すごく柔らかい、お豆腐ですね。金豆腐であったり、おぼろ豆腐なんですが、うちの方はちょっと旨味のある、ちょっと中間なお豆腐をご用意させていただきました。はい、まずごま油ですね。では豚肉とキムチを炒めていきます。炒めることによって旨味が凝縮されますので、必ずしっかりと炒めてください。はい、それではいい香りができたら塩抜きしたアサリを入れていきたいと思います。でも炒めることによって少し殻が開くのが早くなりますんで、一緒に炒めていきまして大丈夫です。で、キムチと豚肉がしっかりと炒まったら、次は日本酒ですね。お酒を入れていきます。こちらを入れていただいて蓋をしてください。そうしたら弱火で大丈夫です。これ1分か2分ぐらい、お酒を詰めて飛ばしていただいて、でその後にお水を加えていきます。はい、それではどうでしょう。そろそろ、あ、いいですね。ここにお水ですね。はい、それでは材料を入れていきたいと思います。はい、まずお豆腐ですね。で、ネギを入れていきます。はい、エビコース。で、少し、甘みを加えて、みりんです。はい、ではここはポイントの味の素のコチュジャンをしっかりと入れていきたいと思います。これでコクがしっかりと出ますんで。はい、それでは強火にしていただいて、そうしたら2分ぐらいですね、炊いていただいて、もう出来上がりというような形になりますので。はい。では、沸騰したので、まずアクをしっかりと取ってください。そしたら、弱火に変えてもらって、少しまあお豆腐にお出汁を含ませるような形で 2,3 分茹でていただいて、もう召し上がれます。でお好みでまあ卵を入れていただいたりとかいうのも
美味しくいただけると思います。はい、それでは完成したのでよそっていきたいと思います。お豆腐ですね。お豆腐とアサリとキムチなんですごくシンプル仕上がってると思います。はい、それでは完成です。ではいただきます。いただきます。スープいただきましょう。うまっめっちゃうまい。味の素さんのコチュジャンやばめっちゃここ出てますね。甘みがあって美味しいね、うん、でピリ辛で、いや美味しい。これにご飯入れてクッパにして、これに卵とか入れたらもう最高です。さすが、美味しいです。パーズのスンドゥブいけてます。ぜひ家庭でも作ってください。よろしくお願いします。